それでは正解。ムスカンちゃんが履いているのはローラースケート。すると足を大きく開脚、すごい格好で何本ものバーの下をくぐり抜けていくではないか。実は彼女、今インドで話題の天才5歳児、開脚ローラースケート少女なのだ。ちなみに同じ技を年上の小学生がやってみても全然うまくいかない。ずらりと並べられた車40台の下をローラースケートを履いてくぐり抜けるというのだ。地面との隙間わずか30センチ、通過する総距離は実に60メートル。下はコンクリートの地面、上は鉄の塊。失敗は絶対に許されない。今スタート。先頭の車めがけ勢いよく滑り出す。そしてギリギリのスペースを猛スピードで滑走。車の下を次々と滑り抜けるムスカンちゃん、思わず見物人も走り出す。だが徐々にスピードがダウン。今にも止まりそう。まさか失敗か、とその時車の下からムスカンちゃんの姿が。そう、チャレンジは見事に成功。どうして彼女は